皆さんこんにちは、琴の葉葵です。今日の目的地は関ヶ原鍾乳洞です。全長518メートルの比較的小規模の鍾乳洞ですが、高低差がなく平坦なのが特徴です。途中に階段がないのでベビーカーや車椅子で通れます。今回杖をついてるばあちゃんが同行しているのでありがたい仕様です。この左一帯は関ヶ原メナードランドの跡地です。小さな遊園地で落ち着いて遊べましたが、2000年に事実上閉園しました。昔この付近には日本陸軍の火薬庫がありました。見学できそうなので帰りに寄ってみたいと思います。到着しました。古びた売店でチケットを購入します。まだまだ暑い9月1日ですが、道内の温度は1年を通じて15度。中に入るのが楽しみです。それでは突入します。関ヶ原鍾乳洞はこのような人工部分が多いです。鍾乳洞としては少々残念な感じです。それでも地下の空間はひんやりして気持ちいいです。この先150メートルは人工通路です。天井が低くなっておりますので、頭上に十分ご注意の上お進みください。人工通路とはいえ、洞窟探検みたいな感じで、小学生くらいのお子様だったら喜びそうですね。今回のカメラは小型のジンバルカメラ、フィミパーム2、プロです。物理的に手ブレを抑えているので、GoPro のように手ブレに起因するにじみはありませんが、道内が暗すぎるためノイズが多いですね。撮影は 4K30fps で行いましたが、1440p で出力しています。静止画は、ソニーの DSC-RX100。アスペクト比を16対9に設定して撮影しました。カメラで収録した音を少しだけ聞いてください。ミニ三脚を取り付けて撮影していたためか、少々ノイズが入ってます。確かに声が聞こえるかもしれませんが、心霊現象ではありません。先行している家族の話し声です。
この辺りからは小さな川が流れています。それだけで雰囲気はかなり変わるものですね。この辺りは鍾乳石も見られて鍾乳洞らしいですね。この先、ニジマスが泳いでいるそうですが、あまり気にせず歩いていたので、取れていません。もっと短いと思っていましたが、体感的には案外長いですね。まあ、ひんやりとしていますし、あまり気になりません。平坦な道のりなのも楽な要因ですね。鍾乳洞ではないですが、階段を登ったり降りたりの風天洞は大変でした。さて、洞窟探検も終盤となりました。夏休みに
お子様が洞窟探検を体験するにはいいところですね。空調とは違う天然の涼しさもいい体験となるでしょう。出口が見えました。狭い洞窟から抜ける開放感とともにムッとする外の世界の暑さ、それを助長するセミの鳴き声、いきなり現実世界に戻された感じです。これで鍾乳洞の動画は終わりです。この後、火薬庫後の見学に行きますが、それはまた次の動画にします。今回の解説は、新バージョン AI ボイス2になってパワーアップしたことの葉葵でした。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画や観光案内を題材として、音声合成ソフトによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。この動画を気に入ってくれたら高評価ボタンをポチリとしてくださいね。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなりますし、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。だけど物語る本質が見えた時に